ひろさんこんばんは。メッセージありがとうございます。速稼塾の久保です。ご質問いただきましたね。お世話になります中村先生との対談をどう拝見しましたということでございました。その中で中村先生と直接やり取りをしてくださいと言っていた件ですね。私に申し上げましたね。というのがこれは速稼塾という名前がついてますけども FX の専門講座として、中村トレーダーのね、これ塾なわけなんですよ。ですので、私みたいに30年分割とかありませんので、もしね中村トレーダーの FX 専門のコースをねご希望されるようでしたら、なんですかね、支払い方法については分割もあるんですけども、その上で分割もちょっとってことでしたらね、ちょっとこうご相談いただければと思います。でやっぱりね FX っていうのは何て言いますかね、投資ですから、難しいわけなんですよ。ですので、ちょっとね今回はご縁がなかったかなと思ったらすぐに飛びつくんではなくて、数ヶ月様子を見るみたいな形でもよろしいかと思います。で私の速稼塾の中には FX をね毎日解説しているコーナーもありますので、そちらの方で学ぶこともできますんでね、そこで超基礎を身につけて、それから中村トレーダーの応募の方を、されるということでもいいんじゃないかなと思います。すぐに募集が締め切ることはないと思いますんで、例えばね来月とか再来月でも参加できると思いますので、その辺も合わせて、ご検討いただければと思います。FX 本当に、ね、難しいんで、FX さえ攻略できれば全部お金の問題は解決できるんですけども、その代わり難しいですからね。難しいというのは何かっていうと、まずね暗記をするためのエネルギーが自分の内側から湧いてこないんですよ。だからそこが難しいんですよ。FX の世界が難しいというよりも、その学習しなければならないっていうところをやっぱね、ついついね回避しようと思う気持ちが出てくるんですよね。そこと戦うのが結構難しいです。はい。でどのような件でしょうか、私がやるべきことを教えてくださいってありますよね。だから FX にもし興味があってね、そこにエネルギーかけてみようかなと思えば、中村トレーダーとやり取りしていただいて、申し込むか申し込まないかって決めていただくみたいな形でございます。ですんでね、ここまでちょっといろいろ申し上げましたけども、シンプルに聞きますけども、FX に興味ございますか？ FX をやっていこうと思うんであれば、もう一回私の方に、中村トレーダーの塾っていうのは FX の塾なんですねってことでメッセージいただければ、その後どうすればいいかをまたメッセージを送らせていただきます。FX はちょっと今のところはまだいいかなと思うようでしたら、この放送のことはちょっと忘れてください。で、次に進めますね。今、勤めている工場、一つ屋根の工場としては世界一と言われています。おお、パナソニックだけでも7000名以上、すごいですね。で、コロナの影響で1週間程度休み、はあ、時間があるのでネットで見つけた FX の勉強を始めてます。はいはい、FX 興味があるんですよね。一番自分が良いと思っているのが元メガバンク為替ディーラーが教える FX 初心者講座で、それを見ております。初級中級と一通り流し見をしました。その中で質問です。はい、質問に答えさせていただきます。久保さんのおすすめは海外証券とのことですが、 XM 証券とビデオで聞こえるのですが、正式名称で教えてください。 XM 証券です。XM 証券ですね。それだけです。これ必要でしたら参加のための URL を送りますので、もちろん登録とかは無料ですから、されてみたらいいんじゃないかなと思います。必要でしたら XM 証券の招待コードを送らせていただきますので、またねご連絡ください。2、私は日本に現住所がないので KYC 証明ができませんので、日本の FX 証券は使えないと思ってるんですが、その理解でよろしいでしょうか。そうですね、使えないことはないんですけども、使おうと思ったら結構面倒なんで使えないと思った方がいいと思います。プラス日本の FX 口座の証券ですか、証券口座ですか、あまりおすすめではないです。それともしやるとしたら、手立てはあるのでしょうか。はい、あるんですけども、めんどくさい上に日本の証券会社おすすめじゃないんで、まずは XM 証券から始めるのがよろしいかと思います。 XM 証券で毎月50万とか100万勝てるようになったら、日本の証券会社を検討すればいいんじゃないかなと思います。はい。その人はレバレッジが大きい海外証券はリスクが高いので日本の証券を勧めています。レバレッジが大きいんですけども、別に1倍にすれば済むことなんですよ。ですからギャンブルをやろうってことではありません。速稼塾 の FX に参加している方は基本的に全員1レバレッジです。だ2レバレッジ、2レバレッジとか3レバレッジとか5レバレッジとかかけないですね。もうほとんど禁じてます、そんなことは。それはね、上手になって勝てるようになったらレバレッジっていうのを学んでレバレッジをかけていけばいいと思うんですよ。ですので海外証券口座は100倍とか800倍とかね、1000倍とかレバレッジありますけども、基本的にそんなね高いレバレッジ使える人は、使える初心者はいません。超上級者向きです、それは。ですので私もレバレッジは無視ですね。やらないですね。はい。ガチンコも楽しく見てくださってますか。ありがとうございます。以上のような形でね、今回の返信を終わらせていただきます。またメッセージください。それでは失礼します。